はい、9月生まれのお友達おめでとうございます。さて、9月の季節は何でしょう。秋。秋、夏、春。まだ暑いよね。夏かな。実は皆さん、実はもう夏ではなくて秋なんです。季節はまだまだね、暑い日が続きます。熱中症とかね、気をつけなきゃいけないんですけど、季節はもう秋になりました。夏と秋、何が違うんだろうね。何が違うと思う？だんだんこれから涼しくなってきます。涼しくなってくると、いろいろなものが変わってきますよね。まずね、お花が変わってきます。夏の花、ひまわりとか朝顔とか夏の間見ました？ね、それが秋になるともう咲いていません。代わりに秋のお花がこれからいっぱい咲いてきます。それから虫さんたちもちょっと変わってくるんだよね。夏の間いたカブトムシさんとか、セミはまだ鳴いてるかな。ねえ、クワガタとか、だんだん秋寒くなってくるといなくなってしまいますが、これからはトンボとか秋の虫に変わってきます。園長先生ね、秋の虫大好きなんです。なんでだか知ってる？すごくね、秋の虫って声が素敵なんです。鳴き声がリーリーリーって鳴いてたり、ガチャ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 って鳴いてたり、そう、コオロギとかね、スズムシとか。秋の虫は夜に鳴きます。夏のセミさんはお昼間に鳴くんだよね。夜はあんまり鳴かないけど、そう、秋の虫さんは夜に鳴きます。だけど、せっかくの虫さんの声もずーっとテレビ見てたら聞こえるかな。ずーっと漫画見てたら聞こえるかな。聞こえないよね。聞こえないうちに秋が終わって冬が来ちゃったら、秋の虫さんの声聞こえないまんま終わっちゃうよね。なんかもったいなくない？もったいないよね。テレビはいつでも見られるよね。冬でも見られるよね。夏でも見られるよね。秋の虫の声は今しか聞こえないんです。時々でいいの。毎日ねテレビ見ちゃダメって言わないよ。時々でいいからテレビ止めて虫さんの声聞いてごらん。すごく素敵な声がします。9月これからっていうのは秋、とっても素敵な季節になってきます。9月生まれのお友達もどうぞ素敵な人になってください。園長先生のお話、これで終わりです。